アントニー・トーマス・ルベルタス・ローエンホルスト・ムルデルは、オランダ人土木技師、親とい外国人として、明治期の日本において、港湾や河川の事業に携わった。日本では、ローエンホルスト・ムルデルと書かれる。また、ムルドル、ムルドンなどとも表記される。1848年4月28日、オランダのライデンで生まれる、ムルデルと、全く同姓同名の父親と、母親、 A.C.E. ダリーの間に生まれ、長子のヤコブ・マリア、自死のヨハンナ・エミリアに次ぐ三人指定の末っ子であった。初等教育をライデンと、アルクマール、中等教育を、ハールレムで受け、少年期を過ごす。1865年に父を亡くすが、ハールレムや後に、デリフトで学んでいるように、裕福な家庭であり、遺産もあった。1872年に、 デリフトの王立土木工学校等専門学校を卒業し、推理省に勤務した、技師としてバール川の調査を行った。1873年8月、ヘンドリック校の命により、スエズ運河沿いに公益地を開設する任を帯び、エジプトのポートサイドに赴もき、1875年に帰国した。1877年から1878年にかけて、 ハーグの上下水道用運河の計画に従事し、その後ハーレムからブルーメンダールに至る鉄道の設計にも従事する。日本での住居1879年3月29日に土木講師として来日、同年2月に離日した学校の先輩でもあるファンドールンの後継者として期待されていた。日本での最初の仕事は新潟筆行に向けての調査で、ムルデルは エッセルと共に任に当たった。当時の新潟港は土砂の流入により大型船の川口への侵入ができなくなっており、ムルデルは河口の改良を、エッセルは信濃川の改修を調査し、特定の建築を進言した。1881年、内務省より東京蓄港の立案を命ぜられ、後にデレーケラも参加するが、ムルデルは初期の立案者として、 東京港の基礎を作った。同1881年4月、見沼大用水の改良計画を提出。同年11月に、熊本県の地港を調査し、意見書を提出。これにより百貫港の改修は廃案になり、ムルデルの設計で三角港が実行されることになった。1883年、富山県の河川を調査し、改修方針を提出。同年は、函館港の推進が、 年々浅くなっていく問題を調査。1884年には三菱に在職していたイギリス人らと共にカンドールに設計され1882年に竣工した宮城県のノビル地港を調査。問題が多く大型船の停泊は困難とし、女川港の改修を主張した。1885年2月、トネ運河の計画を提出。江戸川の関ド のダガンにある巨大な中州により、水運が滞っていた問題に対し、茨城県知事、瞳康氏や茨城県会議員、広瀬誠一郎らが、運河の建設を要請したことによるものであった。しかし、国内の情勢は、鉄道建設が熱を帯びてきており、千葉県知事、船越守は、河川沿いに軽便鉄道を建設する考えを、持っていた。結局、茨城、千葉の両県は、 運河の建設を合意し、同年7月に内務大臣へ運河改作が上進された。1886年6月、ムルデルは一時帰国し、翌1887年5月に再来日し、6月にはデレ,レー家と共に運河の修正計画を提出。8月には熊本県の三角西港の竣工式に出席。9月には、 大阪港改築ヨド川改修の意見書を提出するなど活発に活動を行った。1890年、トネ運河が通水するも6月の開通式を待たず人気満了のため5月に帰国した。開通式にあてたメルデルの祝辞には式典に出席できず帰国することへの遺憾の念が述べられている。帰国後はハーグに住み、1893年には16歳年下の m a 四金とコーニングと結婚した。1895年、スヘフェ人間の漁港計画に参加。1897年、内名編の記者路線計画を依頼され、その4年後の1901年に内名編で死去。52歳であった。妻と共に内名編の墓地に埋葬されている。日本在任の11年で多くの公安や、 河川の事業に携わったが、日本での評価は高いものとは言えなかった。これは主に調査や計画を担当し、実際の作業を監督した工事が、三角港の実行とトネ運河の改作に限られるためと思われる。近年、流山市在住の郷土市研究者らを中心に、再評価が行われており、流山市のトネ運河水辺公園には、ムルデルの検証費が建てられている。本国オランダでは、 スエズ運河と日本での業績、本国で発表された論文を合わせて、他のオランダ出身の親とい外国人たちより高い評価がされている、など、ありがとうございます。